Hello, boys and girls! そして全世界のパパとママ YouTube チャンネルスマイルアドベンチャーへようこそ。ストーリーテラーの丘の山の晴れるおのれと書いて木山晴樹です。このチャンネルは3歳も100歳も楽しめる絵本を中心とした笑顔でハッピーな冒険チャンネルです。まずはね、皆さん、はるちゃんの自己紹介を超短くさせていただきます。聞いてね。はるちゃんは3歳からですね、日本舞踊とクラシックバレエをパパとママから学んで、その後ですね、ざっくり言うと中学部、玉学の中学部も卒業して、その後留学しました。アメリカのウェスタン高校、ウェスタンハイスクールに入学して、その後にフィラデルフィア芸大ユニバーシティ・オブ・ザ・アーツを卒業しました。その後にニューヨーク行って、デビュー作がラジオシティクリスマススペクタキュラーという賞で、ここにあります。こんな賞です。ね、すごいでしょ。みんなキック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 してるんですけども、その賞、に出てから、いろんな作品に出ました。見えますか？ペン。その後、ブロードウェイのイルージョニストという作品にも出させていただきました。その後ね、はるちゃんはバーン！日本に帰ってきました。日本に帰ってきてもミュージカルを中心としたお仕事をやってまして、特に初めはレント、そして 2.5 次元の作品バーッとあります。バーッとミュージカル刀剣ラブとかいろいろですね、やらせていただきました。で、学習院大学でも非常勤講師としても勤めております。見た目は大人、中身は永遠の5歳、それがはるちゃんです。ここまでがざっくりとはるちゃんの自己紹介でした。みんなもね、みんなのこともいっぱいこれから知れたらいいなと思っております。今度教えてね。はるちゃんはですね、絵本がとても大好きなんです。なのでですね、みんなといろいろな絵本を読んで、いろんな冒険をできたらいいなと思っております。少し癖の強い面白い近所のお兄ちゃんが遊びに来たと思って、皆さんいつでも冒険したいなと思ったら、はるちゃんのことを呼んでください。そう、チャンネル登録ちゃんとしてね。これからみんなと笑顔でハッピーな冒険をたくさんできるのとても楽しみにしてます。そう、パパちゃんママちゃんも一緒にね、一緒に楽しもうね。よろしくお願いします。これから冒険の始まりです。次の冒険までも、これまた冒険、笑顔の宝物を大切に、スマイルアドベンチャー。それじゃまた、木山晴樹でした。チャンネル登録忘れずに。